本日ホンダがですね、6月発売予定の新型フリード、3世代目となる新型フリードを先行公開しました。はい。はい、この新しいフリードなんですが、先代までと比べて何が大きく変わりましたか？今回のフリード、実に8年ぶりのフルモデルチェンジということで、2016年ですからね、先代。はい、でもちなみにその前も8年ぐらい作ってるんですよ。だからフリードというのは、いつモデルチェンジするんだ、いつモデルチェンジするんだと言われてたけど、はい、実はロングセラーなんですよね、どの世代もね。だから今回もきっとそうなるのかなと期待を込めてなんですが、実は車としては結構変わってきたなと思います。うん、まずラインナップかな、はい、ラインナップを見ると、今回フリードエア、これ、はいはい、そしてフリードクロスター、この2本立てになりました。この2つは上下ではなくて、もうテイストの好みとかライフスタイルで選べる並列した存在というふうに位置づけられています。エアといえば、ステップワゴンにも設定されている、どちらかというと、カジュアルモダン、そうですね、はいはい、グレードなんですけど、はい、今回標準のフリードっていうのはないんですよね。エアーと SUV 仕立てのクロスター、うん、この2本立てのみなんです、はい、そこがまず一番大きな特徴で、はい、そしてパワートレーンですよね、うん、パワートレーンも、先代のフリード、2016年デビューですから EHEV ではなかったんですね。そうですね、 IDCD、はい、よくよく考えるとつい最近まで毎月6000台とか5000台とか、はい、それよりも売れているのに最新世代のハイブリッドは実は入ってなかったと。そうですね、はいはい、あの、ワンモーターで、うん、DCT と組み合わせたあれです、はい、あれが組み合わされてたんですが、うん、今回ようやく EHV 2モーターハイブリッドが設定された。もちろんガソリンモデルもありますよという形ですね、はい、今回その先行公開ではその EHEV の内容については、公開されていないんですが、おそらく他のヒットとかに搭載されるものとおよそ近しいものが入るであろうと思われます、はい、でじゃあこの新しいフリードなんですけど、ミニバンなので皆さん気になるのはパッケージングでしょう、そのパッケージングについて車を回りながらデザインと一緒に見ていってみたいと思います、はい、パッケージングですが、先代と比べてどう変わってきましたか？実は変わっているとも言えるし変わってないとも言えます。ちょうどいいという言葉をね、フリード使ってきましたよね。みんなにとって、使う人にとってちょうどいい、でもちょうどいいって言葉にするのは難しいですよね。内容をね具体的に言うのは、はい、で今の時代のちょうどいいって何だろうというところだと思うんですが、実際にはいわゆるプラットフォームは、先代から継承しているものなので大きくは変わってないという言い方もできるのかなと思います。全長4310mm、これは 45mm 伸びています。実はね、先ほど言った EHEV の搭載があるのでエンジンルームがねちょっと大きくなってるんだそうです。これで 45mm 伸びてる、で、全幅は 1695mm キープ、つまり5ナンバー枠ですね。全高 1755mm、 これスペックシートで見ると先代より 105mm 低いことになるんですが、先代はルーフアンテナポール型だったんで立てるとその高さだったと。今回シャークフィンなんで、1755mm という数字に落ち着いたという形です。つまり5ナンバーサイズは、キープしてきたというところですね、はい、ですが一方で、デザインは大きくテイスト変えてきましたね、はい、ステップワゴンエアを確かに思い出すようなちょっとクリーンなイメージだけど顔が結構強いかなというふうにも思います。クリーンで顔が強いんだけどディテールは優しいという不思議なデザインですよ、これは、はい、今車の、アクセサリー電源を入れてみましたが、はい、まずこうフロント周り見て目につくのは、ヘッドランプですよね。ここに、はいはい、シグネチャーランプ入ってきました。これターンシグナルとしても使われる、はい、結構これがねすごいインパクトありますよね。そうですね、これがむしろ目玉に見えるようなデザインと言えばいいですかね、あえて分かりやすい形をくっきりと見せてるんだそうです。これ車がキャラを持ったようにね、意思表示としても、ライトってね、ターンシグナルなんか特にそうですけど、はっきり見えた方がいいでしょという、そんな意図があるようですね。これってなんか男性的でもあり女性的でもありますよね、目の力が強いんですけど角が削られて丸くて優しいデザインになってるんですね、はい、まさにそういうところを狙ったんだと思います。そしてヘッドライトはねこの下側なんですよね、これ、上級グレードのものなので、2眼のヘッドランプが採用されています。はい、はい、そしてグリルなんですが、グリルもシンプルクリーンモダン調といえばいいですかね、はい、クロームのラインが1本入っているので、これでサテンメッキ配色というふうに言われてますね、はい、そうよく見るとこれクオリティ高いんですよ。そうですね、そうというものが使われています、はい、そして面白いのはここですね、はい、ちょっと穴が開いています。これ実は、ここの奥に冷やしたいものがあるので、ここ開けているということで、さらに言うとそれを、デザインとしても
ちょっとアクセントにしたよという話でしたね。このグリルの周りから横に一気に広がっていくので、まあ、水平基調で力強いスタンスを目指したと言いますね。このグリル周りからサイドにここの、はい、ここですね、ラインが。実はこのラインは見ていただくと分かりますけど、一周通ってます、はい、もうリアまで全周通ってるんですね。もうそして、まあ、ここで力強さもあるし、まあ、面を結構張りのある面にしてるんで、はい、ここでアクセントにしてる。一方で余計な装飾とかうねりとかはほとんどないと。機能部品なんかもこのラインの中に収めることでシンプルにまとめてきたよという形です。で、多分先代のことをよく知ってる人は結構この辺違うじゃんと思うんじゃないかと思うんですね。前のモデルはいわゆるダブルピラーで、この辺にこうドアが開口部が落ちていて、ここに大きな三角窓というかね、あったと思いますけど、今回はそれをなくしました。すっきりと見せたかった。特に実は室内からの眺めですね、これをすっきり見せるためにこうした形に改めて、そしてドアミラーをこのボディパネル側にマウントしてます。こうするとまた内装で説明しますけど、ここがね隙間があるんで、大変見やすくなるよという形です。で、まあ、サイドなのでホイールですが、ホイールもあの幾何学的な模様が採用されてますよね。ちょっと、ま、あの丸みを帯びてるんですけど、直線基調というあの不思議なデザインなんですが、はい、その要するに外装全体のこのシャープなんだけど丸いっていうのが、うん、あのホイールにも踏襲されていると。はい、リアです、はいはい、まずやっぱりテールランプに目が行きますよね。そうですね、はい、これ、上がこれターンシグナルで、こちらポジションとかね、まあ、そういう時に使うもので、はい、ブレーキここです。で、はい、ここがバック、ね、リバースの時のランプが入っています。ちょっとした工夫で、ここもね、まあ、角を丸めたものが使われているんですが、こういったところでシンプルなんだけどちょっとおしゃれというかね、こだわったものだよというのが結構アピールできているのかなと思いますね。ガラスでかいですね、はい、そして非常に大面積、結構ね実車を見るとラウンドも強いんですよ、うん、だからね表情があるというか、そういう感じがありますね。荷物入りそうっていう、はい、あの感じをこう予感させるデザインですよね。そう、室内の広さが現れてると、はい、これ、まあ、横に回るとこのクォーターウィンドウがこういうスクエアというかね形になったじゃないですか。ここと合わせていかにも広そう、3列目までしっかり乗れるぞというのをアピールしているデザインと言っていいのかなと思います。この真後ろから見た時の台形のフォルムがもっと大きなミニバンをちょっと想像させる、うん、はい、あの力強さがありますよね、はい、はい、インテリアです、インテリアはですね、これやっぱりエアーというグレードなので、このファブリックを多用したインテリアになっています。で、今回デザインが大きく変わりましたよね。水平基調になってて、操作系が中央に集約されてとてもシンプルです、うん、まあ、これホンダが今、ね、どの車でも同じようなテイストでやってきてると思うんですが、まあ、見やすい、視界がいい、すっきりしているというところですね、はい、そして、まあ、さっき言いましたけどミラーの向こうとかも座っている状態からもよく見えるということになります。で、収納関係多いですよね。ポケット、ポケット、ポケット、はい、とても多くなってます。この辺はやっぱりね、いわゆる子育て層が乗る車ということで改めて、まあ、配慮されているのかなと。で、その配慮というともう一つ、ここ吹き出し口ですね。何のことはないんですが、どこ向いてるかがすごく分かりやすいと、パッと見で分かりやすいデザインにしたというんですね。子供が暑い寒い言った時に、あと、ね、風どこに向いて吹いてるのかなっていうのが、まあ、直感的に分かるみたいなことを話されてましたね。で、まあ、あとこの辺りのプラスチックの仕上げがあのやっぱりモダンな感じになっているのと同時に、汚れが目立ちにくい、傷が目立ちにくいデザインになってますね、はい、あのハードプラスチックなんですけど、脂肪が入って、脂肪の入り方がモダンなんですよ ね、うん、ちょっと面白い素材感というか表面処理がされてますよね。そしてシート地ですね、これがね一つポイント高いなと思います、もう見た目はファブリックなんですが、先端にはねレザーをあしらってるんですが、このファブリックが特徴的ですよね。そう、あの撥水撥油のファブリックが使われてるんです。あのベゼルもマイナーチェンジでこの素材をあしらったものを用意してきましたけども、これやっぱり子育ての時に飲み物、ちょっと油を含んでるものとかこぼした時に、さっと拭き取るだけで汚れが取れるという、はいはい、さらに言うとよく見てみてください。これ近づいてもらっていいですか、はい、いろんな色が混ざってるじゃないですか、うん、
これね、なんかちょっと汚れがついてももともといろんな色があるから目立たないんですって。あ、なるほど。そういう工夫でもあるそうです。でこのシート自体がそもそも今回、はい、骨格が新しくなってるんですよね。はい、1列目に関してはボディスタビライジングシートという、まあ、最近のホンダが使っている新しい骨格ですね、はい、これを使っています。運転してる時に横揺れがしにくいシートですね。はい、はいはい、2列目見てみましょう。この車は3列6人乗りの仕様になります。エアは全部3列シートなんですが、2列目がベンチの7人乗りとキャプテンシートになる6人乗りが用意されるそうです。ただもう圧倒的に売れてるのはキャプテンシートなんですね。この6人乗り仕様が売れてるということで、まあ、力が入ってるのもこれかなという感じがします。ちょっとじゃあ座ってみてください。まあ、なんといってもやっぱり1列目からこの3列目まで、ちゃんとウォークスルーできるのが、はい、これが6人掛けのキャプテンシートが人気の理由なんですが、はい、今回今一番新しく変わったのは、はい、ここですね。はい、後席のクーラーが装備されています。はい、これ送風ではなくて、クーラーですね。冷たい風を出してくれるという機能になります。はい、まあ、温度調整は前と一緒です。前がね、温度設定したその冷たい空気がこっちにも流れてくると、風量は変えることができます。あとオンオフもできます、はい、というのがまずつきました。あと視界ですね。フロントシートも含めてこう、あとは位置ですね、この着座位置も含めてすごくね前方クリアに見えるんですよね。これインパネのデザイン変更が2列目にも3列目にも効いてきてるということが言えるのかなと思いますね。で後ろに行くに従って着座位置がちょっとずつ高くなっていくんですね。そうですね、はい、まあこれは割と定番的な仕立てですけども、実はこの2列目に関しては、先代と基本的なシートの、フレームとか一緒なんですが、クッション見直してます。あとこの辺、前端部分ですね、しっかりと盛り上げた、これによって体しっかり支えるように、そしてもも裏がねちゃんとサポートしてくれるようにしているということですね。あとこのフロントの1列目のシートが新しくなったので、シートバックがしっかり削ってあるんですよね。はい、そうですね、この丸めた形状と、ね、ここのえぐり、はい、それによって2列目の膝の前のスペースがしっかり確保できている、はい、うん、これってでも横に移動するときとか乗り降りのときもそうですね、ここえぐってあるとすごい便利なので、はい、はいはい、ここには USB ついてます、 C ですね、はいはい、そしてここにはポケット、まあ、携帯などなどを入れるという感じでしょうか。あとはまあホンダなのでホンダアクセスで、ここのテーブルは用意されています。はい、そうですね、はい、あと1列目もそんなに動くする使わないよという人は、1列目の間にテーブルをつけることもできますとか、はい、いろいろアクセサリーは用意されてますね。ここに今私座ってますけど、実はここにチャイルドシートをつけるという例も多いんですよね。はい、うん、お母さんが運転席でちゃんと子供をケアできるのはここなんで、そうなった時にこうやって振り返るわけですけど、その時に肩がね、まあ、あまり張ってるシートだと振り返って赤ちゃんに手が届きにくいので、そこの形状とかも考えたという話でしたね。でフリードといえばですよ、はい、やっぱり もはや正直言ってこのカテゴリーって、シエンタとフリードしかない、ないんですね、はい、世界中にもないかもしれない、はい、なんですが、シエンタとフリードで一番違うのはこの後席が広いということですよね。はい、そうですね、はい、もう重視しているのがシエントの場合は、ね、5人乗り7人乗りがあって、まあ、リアも、ね、こういうキャプテンないんですけど、さらに言うと3列目は割とおまけですよね、はい、エマージェンシーシート対してフリードは3列目までしっかり座れる、だからこそウォークスルーが求められるわけですよね。でじゃあ3列目にそのウォークスルーで行ってみましょう。はい、大人の島下さんが、はい、よいしょ、移動するわけです。はい、移動しやすいですね。やはり3列目を使うときにはこうやってね、今みたいにシート跳ね上げてスライドさせて中から、体をよじるようにして入るよりかもセンターを多くするのが圧倒的に楽なんですよね。はい、なので、まあ、そこが重宝されてるんだと思います。でシート、クッションがすごく厚いですよね。だからちゃんと重視してるなっていうのを感じます。まあ、僕が座るとさすがにね広いなとは言えませんけど、でも見ての通り前のシートちょっとだけ出してもらえば十分座れますね。で今回ここ65ミリかな、うん、頭の横の部分のスペース広がっているというのと、あとはウィンドウがね、リアクォーターウィンドウが大きくなったので閉塞感みたいなものは今ねちょっと室内なんでそんな光入ってこないですけど、なんかいけるなって感じですね。あと実はカップホルダーの位置が工夫されてますね。はい、あの高い位置にあって、うん、まあ、そこに座った状態で取りやすいという、はいはい、位置になっております。はい、でまあ、やっぱりその辺をこう訴求したいのか、うん、プレゼンテーションで出てきた3列、はい、人が乗ってるのでも、はい、おじいちゃんが後ろに乗って孫と遊んでるという絵がありましたね。はい、まあ、確かに大人の男性でも、あ、座れるなというのは、うん、まあ、そういうことですね。夫婦、おばあちゃんと、
お子さん、はい、おじいちゃんとベビーシートだったかな、はい、そんなようなレイアウトだったと思います。それに十分対応できるなと思いますね。では荷室を見てみましょう、はい。スモールサイズのミニバンなので、3列目まで使った状態での荷室という意味では、まあ、そんなに入らない ね、機内持ち込み2つかなというところですね、はい、低いのは分かりますよね。だからいろいろ詰めれば意外といけるという感じもします、はい、でもやっぱり本領発揮はこれ畳んだ時ですよね、うん、畳んでみますか、はい、まずレバーで背もたれを倒します。そしてここを引くと起き上がるんですが、まずこの時ポイントが一つ、このストラップですね。これが固定する場所がこっち後ろ側に移ってます。でストラップ自体も後ろにあるんで、すごく簡単ですよね。手近なところでできると。そしてこれを畳めば、はい、完成です。この畳んだ時の、はい、跳ね上げた時の、そうなんですか、上側が前は全部ガラスが全部塞がれるところまで上があったんですが、うん、10センチちょっと下がっているそうで、はい、このガラスが見えるようになったので、うん、はい、後方の視界若干確保されますし、はい、同時に2列目に座っている時に明かりがあるという、はい、さらに言うと、小柄な女性にとってはこれやっぱり扱いやすいですよね。このぐらいだったとしたら自分の頭のところまで持っていくことになってたのが、うん、だいぶ下がったんで、これヒンジの改良によって実現できたんですが、こういうふうに使いやすさは増したという形になります。あとはやっぱり、はい、ここ今までは結構斜めにね膨らむようになってたんですよね。室内側へのというか荷室側への圧迫がちょっと多かったんですけど、シュッと収納されるようになりましたので、ここにね荷物を積み込む時も今までよりかも容量が増しているという形です。両側畳んでみましょう。重いんですけどね、でも重すぎないので、これはちょっと反動なんかも利用すれば女性でも余裕で畳めると思います、はい、あと上げた時に重さがこう横に伝わってこないというか、うん、そのまま自分で支えられている感じがするので、はい、畳みやすいですよね。でやっぱり床が低い、そうですね、圧倒的に低いですね、うん、これね、これ3列シートなので、シートがこうなんていうんですか、チップアップして前に行くとかはいかないんですけど、この真ん中の部分に、自転車を挿せば、はい、自転車が入るので、いわゆる、塾の送り迎えとかで自転車使われる人って結構多いと思うので、はい、この床の低さはやっぱり効いてきます。積み込み楽だし、はい、軽だと2列目とか結構ぐいぐい押し込まないと、うん、入らないけど、やっぱこのサイズを買う意味っていうのは、はい、例えばそこにもあるわけですね、はい、もう床本当に低いし、こういうふうにね、スペースが広がったんで、はい、2室にした時のこの使い勝手というか、改めてすごいですね、これすごいですね、はい、2列目なんかは完全にシートのレイアウトとかね、アレンジとかは変わってなくて、スライドするのぐらいですよ、スライドリクライニングぐらいで、3列目もやってることは一緒なんだけど、今回ここは改良してきて、そのさらに、ね、使いやすさを増してきた。だから正常進化の使い勝手なんだけど、その進化の幅が半端ないというかね、はい、そんな感じがしますね。日本の車っぽいですよね。そう、もう本当そう、限られたスペースをいかに使うか、はい、で労力をいかに減らすかみたいなことが、うん、今までもフリードってやってきたと思うんだけど、なんかここでね改めてガンとなんかレベルが上がったなという気がしますね、はい、先ほどセンターコンソールの部分からこの後ろまで測ってみたんですけど、はい、実測で254センチでした、なるほど、はい、254センチあるので、何を積もうかなと、思う長さですが、はい、遊びのギアをだから積むとかも余裕で対応するわけですよね、はい、もちろん、3列6人乗りと、あとは、2列5人乗りが、はい、あるクロスター、こちらでもいいんだけど、いやいやさすがに元がいいだけに、この、エアーの方でもその人いっぱい乗せるだけじゃなくて、物いっぱい乗せて遊びに行くとかは十分対応する、すごいマルチな車だなという感じですか。ということで新しい、ホンダフリードを見てきましたが、はい、今回つまりすごい、コンパクトミニバンなんですが、ライフに寄ってきましたね、なんというかライフスタイルに、はいはい、標準のグレードがないので生活のための車なんですけど、生活習がないといいますか、ライフスタイルがある感がすごい表に出てるなと私は思いました。なるほど、開発の時ってまさにこれはコロナ禍だったんで、密なコミュニケーションがしにくかったっていうんですね、はい、実際の開発もオンラインで
結構会議をやったりとかっていうことが多かったらしいんですよ。でやっぱりそこでみんな気づくわけですね、うん、人が一緒に乗れるって大事だねって、はい、ああ一緒に乗って車で出かけられる、これって本当に素晴らしい、はい、豊かなことなんだっていうのが再発見があったみたいで、まあ、そういうところが、まあ、デザインもそうですけど、はい、この内装の使い勝手、はい、視界の良さ、どこの席にいても快適、あと撥水、はい、撥油シートみたいな、ね、本当に役に立つものに、まあ、結実しているのかなと思って、僕は、ね、大変あのなんて言うんでしょう、まあ、日本的だなって話がありましたけど、うん、日本のその和みたいなものっていうのかながすごく、ね、集約された車だなと思いましたね。今っぽいとも言えるわけですね。そうですね、はい、みんなで行こうよっていうのは今っぽいですよね、うん、まあ、例えばその助手席の、ところの前に、はい、このダッシュの、布のパネルがあって、はい、そこを開けて、その中に荷物が入るわけですけど、うん、到底見た状態だと荷物が入りそうなものには見えないんですけ ど、はい、ど開くとか、はい、あと、まあ、四角い、コンビニで買った、まあ、パックジュースが入る形になってるんですけど、うん、なぜかおしゃれに見える、うん、とかカップホルダーが、はい、その辺のそのなんていうんですかね、本当に実用をしっかり重視して作ってあるんだけど、うん、生活習がないっていうところはこれお見事だなと。あのライフじゃなくてライフスタイルがそうですね、あるんですね、はいはい、それは車の運転姿勢とかも取ってみても、うん、例えばシフトレバーとかも すごい普通じゃないですか、まあ、ストレート式の、うん、まあね、はい、ものなんですけれどもおしゃれにまとまってる、うん、ボタンも、タッチとかにせずにしっかりボタンで作ってあるけど、はい、おしゃれにまとまってる、うん、これは結構やっぱ難しいことだと思いますよ。リアルな生活があって、はい、うん、そこにスタイルが乗ってるわけでしょ、うん、まあ、なんかで生活に寄りすぎると本当ただ機能だけでつまんないものになるし、はい、まあ、ライフスタイルって言葉も陳腐に使えば、ね、うん、いくらでも陳腐にできる。だからリアルな、スタイルのある生活があって、はい、だからそのために車はどう役立てられるかなっていうことが考えられてる、うん、結構ね舐めてたわけじゃないですけど、はい、実物を見て感心させられたという感じがしますね。僕は使ってみたいなと思う車に仕上がってるなと思いましたね、うん、いい感じの車は、うん、多分丁寧に使うようになると思うんですよね、はいはい、だからまさにカーライフが豊かになるでしょう、うん、こういう車って、うん、と思うんですが、今回エアですけど、はい、クロスターの方も見てみたいですね。そうですね、はい、クロスターの方は、要するにもっとこうアウトドアな人ですよ。あのライフスタイルなんじゃなくてライフスタイルがライフな人って言えばいいんですか、はい、向けの、アウトドア仕立ての SUV というかアウトドア仕立ての、2列仕様と3列仕様がある、うん、仕様になります。もちろん今ね、はい、ファッション的にアウトドアを取り入れるっていうのもトレンドなんで、うん、別にみんなガチの人たちばっかりじゃなくて、はい、まあね、そういうウェア着てる人、うん、そういうファッション、家具、はい、道具、まあ、そういうものが好きな人っていうのは今のこの世代多いでしょう。だからもしかしたらそういう人にとってはエアじゃなくてクロスターかもしれないので、そっちもじっくり見てみましょうよ。